氷河化、または、氷族は、猫化に属する貝分類群の一つ。原生猫化動物の中では最も早くに分岐した一群であり、原生種として二族七種を含む。氷河化と氷族は同じ分類群を指しており、それに、どの階級を当てるかの違いである。本校では、便宜上氷河化を用いる。設立された当初は、氷河化の特徴として、 舌骨を吊る人体が完全には骨化しないことが挙げられていた。そのため喉を大きく広げて吠えることが可能だとして注目されてきたが、今日では舌骨の構造と吠えることはさほど単純な関係にはないことが知られている。分子時計による平均的見積もりでは1150万年前に猫赤と分かれたとされる。原生種の放散年代は、 平均見積もりで570万年前とされるが、化石記録の観点からは380万年前までしか遡ることができない。猫科の海分類は1917年に、レジナルド・インズ・ポコックが原生種を3赤に分類したものが基礎となっており、原生種のみを考慮する場合にはこれを踏襲して、表赤とする。しかし化石種を考慮に入れる場合には、猫科の原生種全体を、 猫赤に含めて、氷赤を認めない場合もある。これは、猫科の化石記録自体は、全身予初頭まで遡るのに対し、原生種の、放散が、中心予後期と比較的、若いため、原生種に、複数の赤を認めるならば、化石種のみからなる多くの赤を認めなければ、均衡を欠いてしまうことによる。この時単に氷赤を認めない場合と、従来の氷赤に対応する分類群を、 共族とする場合がある。原生種のみを挙げる。設立当初はパンサラ及びアンチアの二族からなっていたが、その後ニオファリスが加えられた。マーブルキャットはかつて、運表と禁煙だとみなされ、そのため、氷赤に含める場合もあった。ありがとうございます。